寒天倍地上のロドコッカス属細菌、ロドストレプトマイシンは、ストレプトマイセスパダヌスから遺伝子の水平電波を受けたロドコッカスファシアンスによって生合成された、新しい構造を持つアミノグリコシド系、抗成物質である。ロドストレプトマイシンは、米国のマサチューセッツ工科大学生物学部、アンソニー・シンスキー研究室の黒沢和彦らによって2008年に発見。 構造の同定がなされた。ロドコッカスファシアンスは、以前はコリネバクテリウムファシアンスと呼ばれたグラム陽性菌の一種で、通常は抗生物質を生産しないことが知られている。一方、ストリプトマイセスパダヌスはグラム陽性菌の一種で、ポリペプチド系抗生物質のアクチノマイシンを生産することが知られている。黒沢らがこれら2種類の細菌を共培養すると、 ほとんどのケースではストレプトマイセスが生産する抗生物質によってロドコッカスは死滅したが逆にストレプトマイセスが死滅してロドコッカスだけが生き残ったケースが一つだけあった。生き残ったロドコッカスを調べると2種類の抗生物質を生産していることが分かった。それらはストレプトマイセスが生産する悪地のシンとは構造が著しく異なるこれまでに知られていない 肝構造を持つ独特のアミノ糖で構成されたアミノグリコシド系構成物質の2つの立体異性体であることが分かりロドストレプトマイシン A 及びド B と名付けられたロドストレプトマイシンは幅広いグラム陰性菌及びグラム陽性菌に対して抗菌活性を持つが特に胃のような共産性の環境中でも慢性胃炎や胃がんなどの原因菌となりうるとされる ヘリコバクターピロリに対して抗菌活性を有することがわかっている。染色体 DNA 以外に複数のプラスミドを持つ細菌の概念図、ロドストレプトマイシンを生産したロドコッカスのゲノム解析を行うと、ストレプトマイセス由来の巨大なプラスミドを持っていた。このことから、ストレプトマイセスから、 構成物質の生合成に関連する遺伝子が水平伝播することによって、もともと構成物質を生産しなかったロドコッカスが構成物質の生産能を持ち、ロドコッカスがもともと持っていた遺伝子の働きも加わって、ストリプトマイセスが生産しない構成物質であるロドストリプトマイシンを生産するようになったものと推測される。遺伝子の水平伝播によって構成物質の生産能が ストレプトマイセスからロドコッカスに伝播したメカニズムの詳細はまだ明らかになっていない。ありがとうございます。